こんにちは、竹江です。今日はゴーヤンのツナ玉サラダを作っていきたいと思います。材料はこちらです。今回動画でゴーヤ3本使っていますが、このゴーヤはちょっと小さくて細いので3本使ってます。スーパーで売っているような立派なゴーヤだったら1本で大丈夫です。では作っていきます。まずはゆで卵を作ります。私は半熟気味の卵が好きなので、水から茹でて沸騰したら7分ぐらいで止めちゃいます。次はゴーヤを切っていきます。ゴーヤは縦半分に切って中の種とワタを取り除きます。取り除いたらゴーヤを3ミリぐらいの厚さに切っていきます。切ったら塩小さじ1杯入れて塩もみをします。水分が出てくるまで10分ほど置いてください。10分経ちました。ゴーヤから水が出てきたのでザルにあげてある程度の水気を切ります。そうしたらゴーヤを茹でていきます。沸騰したお湯にゴーヤを入れて、再沸騰したぐらいですぐにザルにあげてください。1分ぐらいで再沸騰すると思います。ゴーヤをそのまま流水で冷やして触れるぐらいになったらギュッと握って水気を絞ります。どんどん絞っていきます。全部ゴーヤを絞り終えたら、ツナ缶の油や汁気を切ってツナを加えます。次に和風顆粒だしの素小さじ1杯加えます。砂糖小さじ1杯加えます。醤油小さじ1加えて混ぜます。ある程度混ぜたら花がつおを 2g ぐらい入れます。多めに入れると美味しいので、余裕があれば 4g や 5g 入れてください。白いりごまを大さじ1杯ほど加えます。軽く混ぜてゆで卵を切って加えていきます。ゆで卵の切り方は好きなように切っていただいて大丈夫です。混ぜる過程で結構黄身と白身が離れてしまうので、1個は飾り用に取っておいてください。ごま油を小さじ2杯加えて和えます。最後の1個の卵は器に盛った後に切って上にのせるようにしてください。これで完成です。もう夏も終わりでゴーヤも少なくなってきてるとは思うんですけれども、マヨネーズを使わないさっぱりしたサラダになっていますので、ぜひ作ってみてください。